話は字を豪華絢爛っていう字を書いたことないですよ。年代は多分自分の。はい、村岡さんもわざわざ大村からやってきた。一言いらないです。話し出すと30分くらい止まらない。楽譜？そうか。楽譜は…どこに置いてるんですかね。不明剤だけ持って行って、楽譜持って行ってないです。すいません。あるあるですかね。逆のパターンはよくありますけど。ステージもないのに上がってしまってます。もう上に上がりようがないです。そうです、そうです。吉村さん素晴らしいあの聞かれましたけど、一緒にプロジェクトにちょうど1年になりますね。曲は何でした？あ、ジャニーギターですね。ジャニーギター。失礼します。はい。じゃあお願いします。これは上限ですね。
基本集中力がいいですね。なかなか濁りのないいい音です。もう一曲ありますよね。清子の夜がありますよ。村岡さん一つで終わってほっとしたらダメですよ。今日のそれこそクリスマスらしい忘れたんですよ。で、あの借りました。はい、30層ですかね。はい、どうぞ。大村のサンバダンスと言われて、サンバの飛び輪です。サンバの飛び輪です。それじゃあ、三十層で清子の夜です。次は中学3年生だったよね。そうです。プログラムに2年生。